どうしてもね、入ったら見てください、ここベッド、二段ベッドなんですよ。みるみるランド。はい、ではこちらロデオミニを見ていきましょう。はい、トレーラーです。トレーラーなんですね。ちょっと外観から、外観ちょっとね、はい、体験していきたいと思います。アメリカンな感じね、もうアメリカの国旗がバーンって立ってて、うん、はい、あ、なんか説明してる。なんて言ってるんですか。多分山いいよ。山いいよ。なるほど。丸っこくてね、可愛らしいフォルムだよね。そう、可愛いんですよ。この窓とかもなかなかこういうの出ないじゃないですか。ここ結構ね、カットがされてて可愛いんですよ。うん。大きいよね、窓。上はベンチレーターとか、あとあれなんだろう、トップ、ね、上になんかガバってついてる。あ、もしかしてエアコンじゃないですか。エアコン、違うかな。前にエアコン見当たらない。そして、後ろにタイヤがあって、ね、でここにね、テントがついて、サイドオーニングみたいな。前室みたいになってる、ね、ここいいよね、こういう空間が。羨ましい感じになってます。みるみるランド。はい、こちら S キャンプロデオビニー 13FT タイプ1です。こちらアメリカから輸入しております。就寝定員は2名から4名で、全長が4メートル、幅が 2.0 メートル、高さが 2.5 メートルです。お値段が310万円です。はい、というわけで今前の方にやってきましたが、ここね、ここにも可愛い窓があるんですよ、うん、で、ここになんかちょっと昔ながらのと言っていく、そうだね、ちょっと懐かしい感じの照明がね、はい、ライトがついてます。でね、ここもほんと可愛い丸い感じで、では中を、では中入っていきましょう、はい、ここもね、なんかやっぱりちょっとおしゃれだね、なんかここね、アメリカンと言われるとアメリカンの感じがすごくします。どうしてもね、入ったら見てください、ここベッド、二段ベッド、二段ベッドなんですよ。これなんだろう、あ、収納スペースですね。はい、はい、収納スペース で、ここにコンセントも隣についてるので、はい、使ってます。わー、本当にあったかい感じがします。で、正面がキッチンですね。はい、キッチンの上から見ていくと、ここがね、やっぱり収納になってて、うん、しっかり入ってますけど、あ、こんな感じで繋がってるタイプですね。はい、はい、そして窓がついていて、ちゃんとね、ここの真ん中に網戸がついております、うん、2つ口コンロがあっての、ここが、はい、収納スペースになっていて、はい、ここがどっちか収納スペース、はい、はい、冷蔵庫です。結構しっかり容量のある冷蔵庫です。はい、ここちょっとした収納スペースになっております、はい、でね、結構ね、このシンクが白いタイプですね、うん、で、結構この蛇口がすごい使いやすそうな感じがします。で、ライトがあっての、ここにニジニジになっている、ちょっとおしゃれじゃないですか、うん、こういうところ。そして上、これさっきなんだろうって言ってたこれですね。これですね。エアコンですね。エアコンのいいですね、うん、はい、で、後ろがもうリビングスペースになってて、素敵、超素敵、まあね、座り心地はめっちゃいいですよ。ふか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 、ね、あ、でも今もう回ってますけど、ベンチレーターがしっかり、で、ここに収納が、はい、で、反対側にもございます。で、ね、ライトが結構しっかり明るいですね、うん、LED ライトがついていて、ここも大きめの机がついてる、ゆったり食事ができます。いや、ほんとこの空間いいっすね、いい、おしゃれで、めちゃくちゃ落ち着きます、なんか落ち着く空間です。家の中にいるって感じ。そう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 、こんな感じのトレーラーでした。